お、いいね、こう、うわ、心霊、心霊みたいな。はい、というわけで、敵外戦モード。こんばんは、東京ときめきチャンネル MC の吉成忠です。今、ここら辺は、厚木あたりにいるんですけれども、視聴者の方のリクエストで、夏はぜひ、心霊スポットに行ってほしいということで、今からですね、後ろに実は、顔出せる。お、ほら、ちょっといるんですよ。はい。今から行くところは、もう数年前に行って、あまりの暗さに、初めてこう、暗闇に恐怖を感じたところなんで、はい。今からちょっと向かいたいと思います。どうやら、あれだね、7月1日より8月31日まで通行禁止になってる。一人でこんな帰れねえよ、俺。はい。ここはね、ここの先には、山上トンネルという、トンネルの中で人がたくさん死んだというトンネルがあるんですよ。はい。トンネルがあるの？トンネルがある。トンネルの中ってこう異様な空気と空間の中ね、ヒューみたいな。あ、わかるわそれ。だから宇宙空間に入っていく感じでちょっとビビった。はい、これどう、ちょっと待って、これやべえ、これはエグいやつだ。これエグいやつでしょ。なんかちょっとライトで照らせる、トンネルって。吉成さんライト欲しい。だからね、人はバッチリこう、こういう感じで人はバッチリなのね。なるほど。人はバッチリなんだけど、トンネルになるとちょっとね、トンネルだとこんな感じね。見えないでしょ。何メートル？でも見える。100メートルぐらいある。ちょっと行ってみる。持ってますよ、多分2、300あるように見えるんだけど。これ俺無理だわ。いや、ここはまあ人が何人か死んだぐらいなんで多分大したことないっす。どう、一回じゃあ。どうした、やっほんとにこうしてみる、はい、お、この方がいいね、雰囲気出るね。でもこれでいっか。こんな感じ、すごい、何にもないね、本当に。行き止まりなんですか、向こう。向こうはね、あのね、廃墟になったキャンプ場と建物があるらしい。なんで、いつからそんな二人仲良くなったの、なんか。いや、俺は、これマジで、孤独だったら死ぬ。これ写真撮れないかな。この場で撮りたいな。これをどっかに固定できれば。こうします。あ、こう、もういいね。いくよ、はい、ポーズ。オッケー、ありがとう。100メートル、後ろ一回照らしてみてください。終わった。後ろ終わったね、後ろ何も見えないね。終わった。いや、マジこれトンネルは終わったね。やばいね、これ落ちたら死ぬ、もしかして。あー、死ぬ系、あ、死にはしないね。ゴロゴロ系ですね。ゴロゴロ系だね。これどこまで行く。もう怖いし、俺もこの先はね、未知の世界だから、どこにどういうものがあるのか全然。でもそんな暗くないか。言うほど暗くないですよね。言うほど暗くない、ね、うわびっくりした。これでもね、向こう側のトンネルはね、マジ暗いんだよ、本当に。何も見えてないでしょ、これ、やばい、うん、行きましょう。行こう。え、帰るの。帰るよ、もう。え、だってもう向こう、だってみんななんかすぐ帰ってきて終わりみたいな感じでしたもんね。うん、多分何もないんだよ、もう。あ、じゃあ行ってみる、これ。行きましょう。おう、やばくね、お前。さすが、ここまで来たなら病気じゃない。鳥いるね。鳥いるね。分かってるよ。クマ出たら終わりだね。帰ろう。無防備だからね、俺たち。確かに、クマいるって言ってたけど。うん、多分、霊よりもクマの方が怖いね。クマ注意報絶対とかね。うん、帰ろう。まったくもう、ほんとほんとほんと、これだからね、これだから、こういうね、こういうやつだ。女の子みたい、本当に。いや、俺こんだけ大人数でカメラ回ってて、こんだけライト回るんだったらマジで怖くないんだけど。うん、じゃあライトなし、ちょっと一人行って帰ってきてよ。バカじゃねえの、それは無理。なんで。ね、それは面白くないです。そうだね。カメラ渡して。俺別に男気あんぜって言ってるわけじゃなくて。うん。一回叫んでよ。犬じゃねえか、お前、それ。聞いてください、聞いてください。うん、はい、というわけで、東京ドキメキチャンネル in 心霊スポット in 神奈川県厚木市、七沢トンネル、まあ、正式名称山上トンネルでした。毎日19時から動画を配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。またこの2人もマイメンチャンネルで絶賛活躍中ですので、ぜひリンクからチェックしてみてください。それでは皆さん、さようならー。
さきんさん、さよなら、バイ。